アマトナジの一ついかが裏本日はエシリトリやってきましたけども、はい、ちょっとおさらいしていきましょうか。行きましょうか。じゃあちょっとみんなでせーのでいきましょう。せーのじゃん。こんな感じでございます。今回無事にしりとりはできたんですけども、そう、ね、まず僕からですね、アマト男子のお一つ以下がのが、ガリ、ガリ、ガリ、これはもう、まあね、これはみんな、まあ、分かりやすいんじゃない、フライドポテトでしょ。俺も最初そう思ったよ、ガリックポテトかなって。でもやはりこれが、ねね、大事よ ね、 ね、トングがあることによって、あとこのラインがね、マスに、マスの口に書いてある赤いラインが僕にとってはもうこれは生命線、生命線と言ってるけど、そんな命救えないよ。生命線、それのみで。ガリ、ガリ、ピール、リーゼント、リーゼントね、リーゼントもこれはもう今思ったらその震えてる人みたいになってるよ、顔をこうすぐ出てね。あと顔の産毛がすごいねこれ。産毛じゃないよこれ、もうリーゼントから落ちた毛だよ。でリーゼントからの、のトイレの。神様、もうここですよ、トイレの神様、もうここですよ、うん、ですよ、もうおかしいの、脳が入っちゃって、脳入っちゃってるでしょ、神様ね、トイレの神様の、まあの、まあ、まあ、満喫の人、はい、出ました、はい、アウト、字書いてるね、まずね、まずドリンク、ドリンク、こういう絵、どういう絵、あーあーなんだ、優しいな、あーこういう絵ね、マンションの墓地に挟まれてるでしょ。で、で、もう、もう、で、なんだっけ、で、もう、トカラ、出た、もう自分で書いた、わかんない、トンボがトカラ出てきた、違う、もう逆だね、トカラ出たトンボがいる土地が、トカラ出たトンボがいるもんじゃに変わったんです。そう、もう意味わかんない、意味わかんないの俺だよ。どのとでもいいですよってことで、どれがいいですかと。で、もんじゃになりました。なりました、ね、どうにか繋がりました。そうね、どうにか繋がったんじゃないの。だからもうこっからちょっと卑怯が始まってしまった。そうそうそう、今日から始まって、まあまあでもいいんじゃないですか今回は。まあね、ドラチョコ繋がったというか、ドラチョコも甘かったし、はい、甘かったしね、はい、甘い感じで、甘い感じでいいんじゃないですか。甘い判定でした。ドラチョコめちゃめちゃ食ってましたね。めっちゃ美味しかった。久しぶりに食べると止まんないね、スタッフさんが焦ってずっと持ってくる。美味しい新発見ですね。ぜひドラチョコも気になると食べてみてください。はい。ヤオキンさんです。うまい棒のヤオキンさんです。ドラチョコ。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくー。